謹慎処分安楽の LINE を改めて見てみよう。中田超えたな。いつの間にか見た目オラオラしてるようになったし怖いな。笑ってただけの田中クッソ叩かれてるの草。ビッグモーター安楽つうか監督は何やってたんすかね。この件で誰か動画出した OB おる？まあに関しては現状情報が少なすぎるからあまり過激なこと言いすぎるのは控えた方がいいかも。安楽は言い逃れできへんが、なんかこういうパワハラやるやつほど乙女というか面偉っぽいよな。まあはむしろ主犯格に近いやろな名指しされてるってことは、育成契約にでもして球団で買っとかないと路頭に迷わしたら半グレの用心棒になるだけやで。中田なんかはああ見えて後輩から慕われてたけどこういうタイプはマジで無理だわ。安楽中継ぎやろ割と稼働日多いやろに用心やに遊び回れるな。楽天いろんな意味でボロボロやな。やっぱ楽天は球団持つべきじゃなかった。田中ニコニコしてただけでとばっちり受けててくさ。安楽はどうでもいいが田中将大これで引退白さやろ。チームが調査してどんな結果ってどう対応するか楽天全体のイメージに関わるやろし、こういうのが出てこないお声って意外と真面目なんだな。ご視聴ありがとうございました。